今から140年前、幕末の開いた最強の男、抜刀斎。しかし彼は、人斬り抜刀斎の名は伝説となっていった。待て、人斬り抜刀斎。あなた、本当に伝説の人斬り？ゆうべも三人を一緒。何？確かに刃こぼれ一つない。芯無事切りで切りまくってるの！こんな時間に刀刺してうろうろしてたら誰だって！強い。この強さはまさに伝説の人斬り。抜刀斎！真剣に木刀で向かうとは無茶でござるよ。抜刀斎！神谷家神流はうちの流儀よ。あいつはうちの名を語って辻。ちょっと庭先をお借りして朝飯の支度をしていたのでござる。こんなことって、口に合わなかった。孫の子守にぴったりじゃの。わしゃもう30年神谷道場の主治医でな、カオルちゃんのご両親一応助けてもらったわけだし、見たところ宿代もなさそうだし、いろいろ聞いたってしょうがないじゃない。神谷家神流、父が開いた流儀よ。人を傷つけは父の理想を汚しているの。許せない、絶対に。やるわ。みんなよく来てくれたわね。今夜こそ勝って。母が辻斬りに味方するような道場はやめろと。違うと言っても、すみません。ダメダメ、元気出さなきゃ。よーし。早まってはいかん。ここで一晩反省なさい。いいわね。右の親指が動かぬ男は、あの辻斬りでござ。さすがないわ。あいつは人斬り抜刀斎でしょ。血に飢えた殺人鬼よ。人が命を捨ててまで流儀を守ることを望みはしないと思うでござるよ。あなたに何がわかるもんですか。スタッフのこと言わないでよ。とカオル殿の幸せでござるよ。あ、もう、あの、さっきはその起きてるんでしょ。返事くらいしてくれた。さすが。この動かぬ親指の恨み、とくと思い知らせてくれよ。カオル、下がっていなさい。もうお前に教わるのはうんざりだ。剣は人を切り刻む道具。その指、二度と当道場へ入ることまかりならぬ。でした。あった。11年前はやっぱりお前が。ああ、やっと思い出してもらえたか。こっちに貶めた。今となっちゃお前の親に感謝してるぐらいだ。なあ、ゆっくりと地獄に送ってやる。地べたを這いずらせてからな。それならまず自分の命を救って。一緒に。
ダメよ、あなたにかなう相手じゃない。なるほど。剣術は殺人術、それが真実けれども、拙者は真実よりもカオル殿の言うザレ言のダブリ殺しにして構わねえ。うわ、逃げて。引け、怪我人。人の何倍も速いのよ、動きを読んで先回りしてる。人斬り抜刀斎が振るう剣も、神谷合心流でもお前の我流。あなたが本物の人斬り。面白いねえ、抜刀斎。こっちだ。抜刀斎の名に未練も愛着もないが、それで死んでるだけだ。死んでる奴は一人も。警察に行き、この男がしていた。すまないでござる、カオル殿。拙者隠す気はなかった。ただ、私は人の過去になんかこだわらないって言ったでしょ。しかし、どうしても行くって言うんなら、剣心、剣心、剣心、さっさと行け。いつまた。大丈夫、そういう時は。あらおとなしくせんか。痛いでござる。あら。これこれ、のどかすぎるわよ。事件も片付いたのに、普通10人20人押しかけてくるものよ。とも美しすぎて誰も近寄れないのかしら。私ってもう、だって剣心だってどうして全然稽古の相手してくれないのよ。シャイよ、今日は何かな。そうだわ、こだけじゃったのに。剣心はどうしてもおごりたいって。あれ、どれ。あーはい、はい、はい。あ、優しい子だなと。剣心を立っているのに、明治になってもやっぱり武士の魂は捨てられない。みんなに剣術小町って呼ばれて。次は捕まるなよ。俺は坊主じゃねえ、東京府士族、名字ちょっとからかってやっただけだ。勘違いするな、このタコ。ザルナ、すまない、拙者が見くびっていた。その他、あの意地は武士魂ってわけか。世が世なら立派な様、その誇り大切にするでござるよ。探したぜ、弥彦。俺出しな、今日の稼ぎを。あと、いくら返せばいいんだ。あ、さあ。確か両親とも早うに亡くなって、秀英組の組長派に拾われたんだったことになってしまってるらしいんどす。ではあの坊主、その借金を返すために。許せない、間違ってるわそれ。天心はほっとけるの。そうでは。話してよ。あら、でもピンゾロの蝶が出やがる。これでまた一儲けよ。だてめえは俺たちとの生活から抜け出すの、心まで腐らないうちに。 お前ここは、あ、何よ。弥彦には借金があってね、きちんと稼いで。はい、何よ。ちょっと、え、さあ。こう、じゃあ、ジョーちゃんが負けたら。よっ、で、待て、俺は何も頼んじゃいねえぞ。お前なんかに恩を売ら、いい度胸じゃねえか。もし負けたら。負けるわけないって。ああ、
五六号ハンちゃんは勝ったんだ。返してやれ。もう返してやれ。何言ってん。やめろ。ちょっとちょっとっと。その誇り、なんて情けねえ真似も、今日限りだ。借金は必ず返す。借金か。バカが。そんなものは鼻からねえのさ、犬なんだ。え？おう！大丈夫？この人斬りガスケが倒せるか。望むところよ。さあ、突き上げ！え！竹のこと。やめて！組長、ヤヒコを連れてきな。食べてどうやって生きるつもりなんで。いくら士族だろうがよ、超えろや。そうすりゃこの周囲の子分として長く勝ってやるから。明治維新早々官軍に盾ついてぶっ殺されたバカだろうが。将棋隊に加わり義に準じた。母上は俺を育てるために。許さねえ。組長、ダメ、お願い、やめて。誰だってね。なんだてめえ。なかなか入れてもらえぬので、この部屋以外の者にはしばらくの間ね、惨状つかまつった。てめえも士族か。黙っていてくれ。手放してはもらえないでござるか。組員総崩れの恥をさらすより無理を言ってすまない。すまない、遅くなって。ほんとよ、戦えたんだ。そうか、拙者はまた逃すか。どうせ構うんじゃねえ。あれはひ、あいつが本気だったら今度気絶じゃ済まぬ。自分の非力がそんなに悔しいか、坊主。父上の母上の誇りを自分で守りきれるくらい。さ、着いた。なんだここアスカ。言われなくたってなってやら、お前より強くな。ちょっと待て、お前、剣術習えって。その